車椅子ユーザーであったり、まあ、障害がある人たちはバリアフリーじゃないところがある分、本当に借りることが大変。まあ、そもそももう賃貸ってを探すこと、物件を探すこと自体が、まあ、全国結構どこ見ても大変っていうのは、まあ、この動画を見てちょっと知ってほしいなというふうに思います。私が福岡で2ヶ月半くらい、過ごしたんですが、そのホテル暮らしの1日どういうホテル暮らしを送って、まあどういうふうに1日過ごしたのかっていう、過ごしてるのかっていうのをお伝えしていこうと思います。まずここカーテンですが、カーテン閉めれなくもないけど、めんどくさいのでいつもずっと開きっぱです。で、一番初めなんか違う、どこだっけかな、なんかの時に電気がね、ベッド際で全部消せないんですって言ってたんですけど、今日撮影してる2日くらい前に、友達が同じホテルに泊まって遊びに来た時があったんですけど、そしたら、スイッチ全部で、枕元のスイッチ全部消せたよって言われて、なぜかね、前見た時に私、ここのね、この大きい銀色のこの、ここのスイッチがなんか目に入ってこなかったの。なぜかわからないけど、押した気もしたんだけど目に入ってこなくて、したらこっち押すとさ、全部消せるようになってさ、この2ヶ月間ずっとさ電気つけっぱのままで寝てたんだよね。言ってる意味わかる？ちょっとダメ。2日前くらいから久々に2ヶ月半ぶりに暗くして寝れるようになりました。はい、とりあえずそんなことはしてよく分かんなかったので、とりあえずうー、眠て、朝7時です。はい、今日は土曜日なんですが、今日もリハビリ、平日ちょっとそのお休みした分、今日もリハビリにこれから行きます。起きます。はい、ベッドが横から降りれないんですよ。こっち横から降りれなくて、そこが通れないの、狭くて。だから基本ベッドはいつもこの足元まで行って降りてます。はい、車椅子に乗り移りまして、でこっちがね、浴室になります。もうタオルがかけるとこもないから、こうなってさ、こんな感じでね、この緑のモップは自分のお掃除用道具として置いてあります。こんな感じでお風呂セットは、自分のシャンプーとタオル、ゴシゴシタオルと紫シャンプーと、お風呂の浴室をシュッシュするやつとみたいな。お掃除がついてないんですよ、毎日のお掃除がついてないのね。自分でお掃除しないといけないので、最低限のお掃除セットみたいなのは置いておいてます。はい、で
顔、あ、蛇口はこんな感じかな。こんな感じ。顔洗って、皆さんお気づきだった、多分同じ積損の人はお気づきだったかもしれないですけど、今ね、本当にベッドから出てきたばっかりなんですが、ナイトバルーンをしておりません、今。ナイトバルーンしてないの。えぇ、ー、って。前までの家のモーニングルーティーンとか、あとホテルでのモーニングルーティーンの時はナイトバルーンを使ってたんですけど、なんとね、リハビリをするようになってすごく尿がたまるというか漏れにくくなったんですよ。なんか忘れてさ、夜寝ちゃって朝お風呂入るっていうタイミングの時にも、やばい、管つないでないから漏れちゃうってなったんだけど、漏れてない時の日があったりとかさ、なんか結構漏れにくいかもなって思って、ここ最近は、まあ、すごく水分をいっぱい取って寝ようって、やっぱちゃんと膀胱を洗わなきゃいけないので、そういう時はつけますけど、だから毎日じゃないですね。毎日じゃなくて、こうつけなくてもよくて、まあ、一応尿取りパッドはして、尿取りパッドに漏れてる時もあれば漏れないで朝を迎える、まあ12時くらいが最後の導入でね、朝を迎える、だから5時間6時間かは漏れない時も結構あります。なので今日は尿バッグをつけておりません。はい。で、まあ、とりあえず顔洗って、トイレしてっていうのを今からやります。はい、髪はボサボサだけど、とりあえず着替えました。はい、まこちゃんのオリジナルのドライウェアですね。で、朝ごはんを毎日食べてます。で、前日の夕方にいつもコンビニに行って、おにぎりを買ってます。で、必ずね、私はいつも近くにローソンしかないんですけど、納豆おにぎり、あ、プリント、はい、納豆おにぎりを買ってます。家でもいつも納豆ご飯を朝いつも食べてたので、そこは変えずに納豆おにぎりと、あとめっちゃさ、ストックがあるんだけど汚いな、これ、もう同じ、これが今4つストックある。これ揚げなすの味噌汁、揚げなすの味噌汁がすごい好きで、でローソンの揚げなすの味噌汁がどのコンビニよりも一番美味しいと思うなので、これをこのセット、納豆と揚げなすの味噌汁が私のいつもの朝のセットになってます。はい、ご飯を食べ終わったのでお薬を飲みます。ダンドリウムが2錠とリリカの75が1粒と25が2粒だから125、全部125と、あとコロネルとベオは飲みます。なんかね、やっぱリリカとかはあんまり本当は飲み続けない方がいい、肝臓とかがやられちゃうから飲み続けない方がいいそうなんですが、やっぱりどうしてもこれがあった方がしびれが緩和、まだちょっとねされたり形成が弱まったりするので、もうちょっとずつ減らしていけたらいいなと思います。ということで7粒ですね。7粒を基本的にはいつも一気で飲めます。はい、で、あとそれに加えて最近サプリメントも飲むようになりました。こちらですね、この1種類のやつが6錠とカプセル、これ1種類、これ1種類、これ1種類、全部で4種類の、サプリメント、この量を朝と夜に分けて飲んでます。
苦い苦いよ。で今ちょっと今日は撮りながらなのでちょっとゆっくりなんだけど、8時半前になりました。これから歯を磨いて、うんぴっぴをして、あとは行くだけですね。はい、じゃあいよいよセンターに向けて出発です。道中の様子も見たいというので、ここからはノーカット、いや一瞬カットするかで、お伝えしていきます。まずホテルを出ます。左側に歩道はあるんですけど、登るときに少し段差があるので、まあ、とりあえずは車道を走ってますね。こんな感じで進んでいきます。ここがちょっと結構斜めになってるので、右側を通って駐車場に着いた時に左側に移って、スロープで駐車場の中に入っていきます。ここのスロープもね、地味にちょっときついんだよね。はい、でこちらが駐車場で、会社さんが定期はあるので定期を借りてここに停めてますけど、障害者スペースが1つしかないのがちょっと大変です。あの横断歩道、まあ、普通の人もね、人も横断歩道を渡らないで、そこ今行くみたいなところから出てくる人とかチャリとかもめっちゃ多くてすごい怖い。スタート。これは自分の車を山形から福岡まで持ってくる前に、ニコドライブで、会社の車を借りて運転した時の様子です。結構ね、普通に運転できた、慣れれば全然楽ちんでしたね。ただブレーキロックとかがないので、信号中もずっと押しておかなきゃいけないっていうのは大変でしたけど、ただやっぱ10万円でいろんな車につけれるっていうのは本当に楽ちんだなと改めて思いました。こんな高速道路を使って20分くらいで、センターに着きました。いいお天気ですね。この2ヶ月間本当に雨に降られたのはね、3、4回くらいしかないかな。その時はあのさっき歩いてた道をこうカッパを着て進んだりしてます。で10時から私は2時間リハビリを行っています。今回は土曜日ということもあり、人もいないので初めてこうセンター内をオールインワンでぐる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 一周してみました。めっちゃしんどかった。その様子とかはね、また改めて、リハビリ動画を出していきたいと思います。で12時からはお昼ご飯です。前日に買っておいたおにぎりとか、まあ、あとカップスープとかを食べます。下アングルがなかなかきついが、午後はこんな感じで編集作業を行ったりしてますね。編集作業に飽きたりちょっと落ち着きたいなっていう時は、この大好きな森永ココアを飲みながら、今回はセラピストさんから借りたキングダムを読んでます。そんなこんなで6時半くらい前まで過ごして、センターを出ます。これ駐車場のね、この券入れるの
本当に私たちは大変、まあ、結構俺は車寄せれる方だけど、それでも失敗したっていう時とかはね、本当に指先で頑張ってます。きっと同じ道を通ってきて、一度ホテルをちょっと通り越して、こちらが私がいつも通っているローソンになります。このローソンは店舗内も広くて段差もないので安心です。はい、今日の夜ご飯と明日の朝ご飯とお昼ご飯を買いました。これ今ね、口にねビニール袋を加えてるの、まあ、車椅子あるあるだと思うけど、荷物手で持てないときは結構口で加えがちだと思います。ここね、横断歩道ちょっとガタガタしてるから、その時は口に加えて運んだりしてますね。はい、で膝の上に乗せながら進むんですけど、それでもこうガタガタめちゃくちゃするので大変です。で道もガタガタするので、こういい道、通りやすい道、ガタガタしなそうな道を選びながら進むんですけど、それでもやっぱりガタガタしますね。今日はね、パスタみたいなのを買ったからリュックに入れるのが大変で、こんな感じで一生懸命膝に乗せながらいつも運んでます。はい、ただいまー、ただいまです。ほい、帰ってきたので晩ご飯、いつももうコンビニかウーバーです。今日はナポリタンとこのローソンのこのごぼうサラダがね、めちゃくちゃ美味しくてハマってます。もうめっちゃストックある。でもう野菜が本当に食べれないというか、食べるあれがない、手段がない、まあ、コンビニの野菜なんだけど高いしね。だからこっちのとりあえずごぼうサラダで草を補っております。でお皿もまあ、洗面台で洗剤使えば洗えるんだろうけど、なかなかそういうのも好きじゃないから、こういうパスタのねお皿をね、お皿蓋をねお皿にしてね、ごぼうサラダを食べます。このまま袋ごとっていうのもありなのかもしれないけど、さすがになんかちょっとそれは嫌だから、こうやってごぼうサラダを乗せて食べます。いただきます。うん、今回初めて2ヶ月半ホテル暮らしをしてみたけど、やっぱり快適っていうのはないし、どうしてもその自炊ができない、まあ、食事面での大変さとかっていうので、ちょっとずつちょっとずつストレスがたまる。じゃあなんでこうなっちゃうかっていうと、マンスリーみたいなそういう短期滞在用のアパートとかマンションっていうのは、車椅子ユーザーであったり、まあ、障害がある人たちはバリアフリーじゃないところがある分、本当に借りることが大変。まあ、そもそももう賃貸ってを探すこと、物件を探すこと自体が、まあ、全国結構どこ見ても大変っていうのは、まあ、この動画を見てちょっと知ってほしいなというふうに思います。だから、まあ、結構個々の持ち物だからすごく難しい話ではあるんだけど、なんかこう何階建て以上とかこう何平米以上の物件に関しては、こうホテルみたいにね、一室必ずバリアフリーのお部屋があることみたいな、なんかそういうちょっとしたルールができてくれたら、こう車椅子ユーザーの人たちの行動範囲とか、障害がある人たちの行動範囲とかっていうのがもっと自由になってくれるんじゃないかなと、自分でちょっと体験して改めて感じました。
ちょっとお化けな感じだけど、ご飯を食べてからちょっと寝ちゃって、で12時くらいに目が覚めて、今3時かな。お風呂にね、もう本当に3時間くらい浸かることがざらにあります。もうアニメ見たりなんやかんやしたりして、でこんな感じで、夜ルーティーンになりますかねを行っていきますね。福岡に来て2ヶ月半ホテル暮らしをしましたが、うんぴっぴ爆発がすごい心配っていう話をしてたんですよね。で結果多分4回くらいかな、なんかまあ食べ物とかでうんぴっぴ爆発をしてしまったんですが、それでも一人でお片付けできるようになりました。なんかそんな大惨事っていうことはなく、尿取りパッドに収まって、まあ、一人でいろいろ処理できたっていうのはすごい成長かなと思います。ホテルの洗濯ゾーンはこんな感じですね。ドラム洗濯機なんですけど、あの浅めなので届きました、お手手が。で上に乾燥機があって、そこにも投げ込めば届きます。ただ最後の乾燥機から取り出すそこだけできないので、そこはスタッフさんを呼んでお願いして取ってもらったりしてました。はい、こんな感じで、1日のルーティーン、1日どんな感じで過ごしてるかっていうのをお伝えしました。基本的にはもうこれの繰り返しで、土日何もない時はホテルにいることもあったり、でも2ヶ月間あまりずっとホテルにいるってことは1回か2回くらいしかなかったかなと思います。であとは、週末お掃除したりとかっていうのをやったりかなです。やっぱコンビニ弁当っていうのが一番しんどいな。まあでもその他もしんどい部分はあるけど、まあ基本あのセンターの方にいる方の方が長い分、なんかちょっと助かってるかなっていう感じはあります。はい、以上でしたはい、ではこの動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。今4時、あとちょっと3時間くらい寝たいと思います。おやすみなさい。